ゴルニバクフスコプリエは、ボスニア・ヘルツェゴビナの町及び基礎自治体で、同国を構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の中央ボスニア県に属する。近隣の町には、ブゴイの、プロゾルイコールラマ、クプレス、ノビトラブニク、コニツがある。この町は、歴史的に、ゴルニバクフと呼ばれてきた。バクフとは、イスラム教のワクフのトルコ語。 ボスニア語系であり、この街が、枠府として築かれたものであることに由来している。ゴルニは、低い方を意味し、高い方の枠府を意味するドニ枠符とイになっている。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が勃発すると、ボシュニャクビトが、主体のボスニア・ヘルツェゴビナ政府から離反した、クロアチア人によって、ヘルツェグボスなクロアチア人共同体が設立された。クロアチア人共同体は、 ゴルニクフをウスコプリエの名で共同体を構成する自治体の一つとして掲げた。紛争終結後は民族ごとに隔てられて町は分断され、ボシュニャク人はゴルニクフクロアチア人はウスコプリエの名でこの町を呼ぶようになった。2001年にボスニアヘルツェゴビナ上級代表の決定により民族間の融和を促進するため、クロアチア人の主張する ウスコプリエの名が取り入れられ、自治体の公式呼称は、ゴルニバクフウスコプリエとなった。この地域に居住地が形成されたのは、戦士時代にまで遡るが、ゴルニバクフの名が現れたのは16世紀で、それまで集落は、チェスタと呼ばれていた。町の名になっているゴルニバクフは、ボシュニャク人貴族のクフによって作られたことに、関連している。 メフメド・ベグスト・チャニンは著名なボッシュニャクのベグで、このゴルニクフを成立させた人物とされる。典型的な中央ボスニアのバザールを意味するチャルシアの町であった。ゴルニクフは、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争期間中に起こった、クロアチア人、ボシュニャク人紛争で最初に被害を受けた町の一つで、ある。国際連合難民高等弁務官事務所の移動を、 有効に保持するためには、国際連合保護軍が重要であった。1993年、当時任務に当たっていたイギリス陸軍の B 中隊グループ1チェシャーのウェイン・エドワーズ兵長が、交戦中の町の中心部で、クロアチア防衛評議会のスナイパーに狙撃され、死亡した。ゴルニ・バクフースコプリエは、ラシュバ渓谷の南側に位置する町で、 中央ボスニアへ向かう道路の交点として、戦略的に重要な地点で、ノビトラブニックからは48キロメートル、ビテズからは走行車で約1時間である。クロアチア人にとっては、ヘルセグボスなクロアチア人共和国の領域とされた、ラシュバ渓谷とヘルセゴビナの2つの領域を結ぶのに重要であった。クロアチア勢力による、 最初の攻撃は1992年6月20日に、ノビトラブニクに沿った場所であったが失敗している。ラシュバ渓谷の民族浄化時に、クロアチア陸軍やクロアチア防衛評議会に、包囲され絵描きや戦車、スナイパーにより攻撃を受けた。クロアチア勢力の砲撃によって、歴史的な、オリエント風の街の中心は瓦礫に変わってしまった。 1993年1月10日、ゴルニ爆風スコプリエで、抗戦が起こる前に、クロアチア防衛評議会の司令官、ルカ・シェケリアは、後に、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で、民族浄化などの戦争犯罪と非人道行為に、対する罪で起訴される。シェケリアは、ディホミル・ブラシュキッチ大佐とダリオ・コレディッチに対して、極秘の軍事機密扱いで連絡を取り、 ビテズの弾薬工場の迫撃砲弾を要求した。1993年1月11日に、ゴルニ爆風スコプリエで、ボシュニャク人が所有し、軍事本部として使われていたホテルに、クロアチア人勢力が爆弾を仕掛けていたことを、きっかけに、戦いが勃発した。全面的な戦闘もその後に続き、夜間庁は、クロアチア人勢力の激しい砲撃を受けた。 ゴルニ爆布での停戦交渉の間、アンドリッチ大佐やクロアチア防衛評議会は、ボシュニャク人勢力は武装解除をし町の支配権を、クロアチア人勢力側に渡すように要求し、もし要求に応えなければ、ゴルニ爆布を叩きのめすと脅したが、ボシュニャク人勢力側は、攻撃を続けたため、ビストリツァやウズリチーエ、ドゥシャ、ジュドリムツィ、フラスニツァなどの周辺の村々では、 虐殺が起こっている。バトゥサビーストリカボージャスカボリコーバッツ、ボロバラバンクルクバスケアスドブリシン、ドンジャライシカドロセブドル、デュラトビコブドーラックドゥサゴジガリシカ、ゴルンジャライシカ、ゴルンジーメラカジ、ゴルンジーバカフグニハリスニカヒューマック、ジャガーンジャッドジェラスジェラサイコザスクルーパ。クテルーザニマコバッツメラカジオスレバク、パイクポルジーパレックピドリスプロカポッドグレード、 プライドモールシーロセリエセホラブ最小キ、スモーサーバススビレッサイ、スージンベアウザレクバガンジャックバリス、ビリッチポルジーボージュバッツボリューゼバースザステンジ、アイズドライムサイ。ありがとうございます。